イー・フィリップ・フォックスことエマニュエル・フィリップ・フォックスはオーストラリアの印象派のスタイルの画家である。1886年から1892年までヨーロッパで学んだ。ヨーロッパで活動していた時期にオーストラリアではハイデルバーグパの画家たちと活動した後、再びヨーロッパで活動した。メルボルンのビクトリア通りで写真家の息子に生まれた。 1878年から1886年まで、ビクトリア国立美術館の絵画教室で、アイルランド生まれの画家、ジョージ・ホリングス・ビーに学んだ。美術学校では、ジョン・ロング・スタッフやフレデリック・マッカビン、デイビッド・デイビス、ルパート・バニーが共に学んでいた。1886年に、パリに留学し、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ後、エコール・デ・ボザールで、 ウィリアム・アドルフ・ブグローや、ジャン・レオン・ジェロームに学び、美術学校の賞を受賞した。当時流行していた、印象派のスタイルに影響を受け、サロンド・パリに1890年に出展した。1890年にオーストラリアに帰国した。1892年にメルボルンでパリで一緒に学んでいた、チューダー・セント・ジョージ・タッカーが帰国すると、共同で、 メルボルンに美術学校を開き、ヨーロッパの新しい美術を教え始めた。この時期の活動からハイデルバーグパの一人とされる。オーストラリアで働いた医師、ウィリアム・ギルビーが、オーストラリアの芸術家をイギリスに派遣するために、美術館に依存したギルビー寄付金から資金を得てフォックスは1901年に再びヨーロッパに渡った。ヨーロッパでは、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会やパリの展覧会に出展した。1905年に結婚し、夫婦でイタリア、スペインを旅した後、1908年からパリに住んだ。1910年にフランスの国民美術協会の会員に選ばれた。1912年には国際彫刻家、画家、版画家協会の会員にもなった。1913年に オーストラリアに帰国し、古典を開き、批評家や新聞で熱狂的に支持されたが1915年にガンでメルボルンで死去した。ありがとうございます。